ありがとうございます。時間が経つのは早いもので、私たちトークを最後に始めました。今度また集団に来たらぜひ聴きに来てください。吉田さんがギターを弾いてくれたらですけれども ね頼んであげる。よろしくお願いします。断ったことがないの。もう今年に入って3回ぐらい断られましたよ。あと、これは嘘のついたことはないんです。今まで。あ、そうなんですね。それだけが頼る。わかりました。吉田さんに初めて出会ったのが5年ぐらい前ですか。そうなりますかね。ますかね。あの、私がその頃ミクシーというものがありましてですね。で、私はもう吉田さんのライブを一度拝見してですね、なんてギターがうまいんだろう、なんてかっこいいんだろうと思って、もう一回言ってください。なんてギターがうまいんだろう、なんてギターがうまいんだろう、なんてかっこいいんだろうと思ったんですよね。で、それで全然あの吉田さん、私のこと知らないんですけれども、吉田さんにミクシーでですね、ギター弾いてくださいっていきなりお願いして、で、なぜかいいですよって言ってくださってですね、断ったことがないです。断ったことがない。一番最初は断らなかったんですね。で、それでライブハウスで初めましてってお会いして、その当日にちょっとこの隅っこの方で音合わせをして、いきなり本番をしたという、今考えたら恐ろしいようなことをしたんですけれどもね。その頃から年に1回2回ぐらいギター弾いてもらってます。今年は第1回目4月、あと1回ぐらいありますかね。ね、皆さん聞きましたね。はい、じゃあ皆さんが承認ということで、じゃあ私たち最後の曲聞いてください。Yeah, man.
スータスータ見失って言うのにおいらを占うおいら明日死ぬそうなあたいの占いがピタリと当たるまであんたとあたいの死ぬときわかるまであたいトランプやめないわスタ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 あんたとあたいの死ぬときわかるまであたいトランプやめないわスタ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